韓国野球の失墜。今年3月に行われた WBC でまさかの1次ラウンド敗退に終わった韓国。さらに先日には WBC 期間中に韓国代表3人の投手が飲酒していたことが発覚し、国内で批判されています。かつて韓国代表は2006年 WBC でベスト4、2008年北京オリンピックで金メダル、2009年 WBC では準優勝に輝くなど野球強国のイメージでしたが、2013年、2017年の WBC で2大会連続1次リーグ敗退、21年東京オリンピックではメダルを獲得できず、そして今回の WBC でも1次ラウンド敗退。今韓国国内では代表が弱体化した原因と改革案が議論されているんです。そこで一つの疑問が生じました。なぜ韓国は国際大会で結果を残せなくなったのか。というわけで今回の動画は韓国野球が失墜した理由を考察したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。今大会の韓国は日本と同組の B プールに入りました。韓国サイドは大会前から史上最強との呼び声高かった日本からの勝利は難しいとして2位での決勝トーナメント進出を狙っていましたが、格下のオーストラリアにまさかの敗戦、そして日本には4対13とあわやコールド負けの大敗を喫し、最終的に2勝2敗で1次ラウンド敗退となりました。詳しくはこちらの動画をご覧ください。ではなぜ韓国野球が失墜したのか。一つは韓国の国内リーグ KBO が極端な蛇行投手であることが原因ではないかと指摘されています。 KBO 運営は野球人気復活のための秘策としてストライクゾーンを狭くし、野球の花であるホームラン増加を画策。その結果極端な蛇行投手になりますが、野手陣が国際試合のストライクゾーンに対応できず、韓国代表の低迷につながっているという説です。確かに10年代中盤の KBO は極端な蛇行投手でした。 KBO の年度別 OPS を見てみると、12年に OPS698 だったのが13年738、14年には808と急激に上昇し、その後も8付近をキープしました。同時期の NPB の OPS は約710付近で、ラビットボール全盛の2005年から2010年の間でも750前後ですので、この時の KBO がいかに打に偏っていたかがわかります。韓国の記事によると、13年までは KBO の外国人枠が2人で、全ての枠を投手で満たすチームが多かったのが、14年に外国人枠が3人に増加、各チームが外国人打者を1人以上保有することになったこと、さらに助っ人の打撃理論に触れた国内選手たちも力強い打球を打つことに注力した結果、リーグ全体で長打が増えたと書いてありました。そのせいかもあってか、16年に KBO 全体の観客動員数は初の800万人を突破しています。ただ、さすがに極端すぎたのか、2018年、KBO 運営は蛇行投手の是正に動き、公式球の反発係数や大きさを NPB と同規格のものに変更。この効果もあって、18年の OPS は733と大きく下がると、22年には前年の東京オリンピック惨敗を機に、野球ルール通りのストライクゾーンを採用。22年の OPS は712まで低下し、現在は蛇行投手ではなくなっています。今回の WBC の韓国代表のチーム成績を見てみると、打率、得点、 OPS などの打撃成績においては本戦に出場した20カ国中1位でした。日本戦でも日本の強力投手陣相手に4点取ってますし、韓国のバッターが国際大会のストライクゾーンに対応できていないということはないと思います。むしろ今回で弱点が露呈したのが投手力です。今大会の韓国のチーム防御率は20カ国中16位の 7.55 と投手崩壊。日本戦では新しい投手が出るたびに四球被安打を連発して炎上、投手不足を露呈しました。22年の KBO の防御率トップ10を見てみると、10人中7人が外国人、9球団全てが2名以上の外国人投手を抱えており、外国人を軸にローテを回しているのが現状なようです。ちなみに22年 NPB の防御率トップ10はセパともに全員が日本人でした。 KBO リーグ防御率1位のアン・ウジン投手は過去のいじめ問題で代表入りできず、2位のキム・ガンヒョン投手が今大会のエースでした。ただすでに34歳、キム・インシク前代表監督は若い投手もキム・ガンヒョンのレベルに達していない、だから今までキム・ガンヒョンが所属チームと韓国代表のエースだったチームにおける韓国人投手の育成にも間違いなく問題があると思うと指摘しています。各リーグのストレートの平均球速を見てみると、2014年 KBO は NPB と 0.7 キロほどしか変わらなかったのですが、それ以降 NPB は順調に球速を伸ばし MLB との差を縮めたのに対して、 KBO は伸びが鈍化、22年時点で 1.9 キロの差がついています。ではなぜ韓国では投手のレベルが上がってこないのでしょうか。これらの原因が挙げられています。2002年ワールドカップ世代の空洞化、
2002年に行われた日韓ワールドカップで韓国がアジア初のベスト4入り。その影響で90年代生まれの子供たちの多くが野球ではなくサッカーを選択したといいます。この世代の子供たちは現在24歳から33歳、スポーツ選手としてピーク真っ只中で、本来ならば代表の主力となるべき世代です。その世代の優秀な子供たちの多くがサッカーを選択したことで世代の空洞化を招き、代表の低迷を招いたとの指摘です。 FA 選手の高騰化。朝鮮日報は国内リーグのレベルが一向に上がらない原因の一つに FA 選手の年俸の高騰を挙げました。同メディアによると KBO のどのチームも選手育成に失敗しており、数少ない主力選手が FA で流出するのを阻止するため、限られた予算の中で高い年俸を支払わなければならず、若手にそのしわ寄せが行き、ただでさえ低年俸の選手たちの年俸がさらに下がり、球団の長期発展を遮っているという主張です。同メディアは具体例として FA 選手の総額100億ウォン以上の契約は17年から21年の5シーズンで5件だったが、22年シーズンを前に7件、23年シーズン前には4件あったことを示し、さらに元 KBO のレジェンドのコメントも紹介。 KBO で支給数が歴代最多のヤン・ジュンヒョク氏は、育成は簡単なことではないが、チームはアマチュア選手への投資とか選手選抜、あるいは育成システムを大きく見直そうとは考えない、選手を育てられないから100億ウォンを払って買ってくるしかないと批判。 KBO で2000本安打を達成しているチャン・ソンホ氏は、年俸バブルは選手が作ったのではなく、短期間で結果を出さなければならない、各チームが選手の育成ではなく検証された FA 選手の獲得により力を入れたためだ、バブルにならないよう FA 権獲得までの期間を短くし、選手が市場に出てこられるようにすべきだと主張していたことを紹介していました。アマチュア野球、今回の韓国代表の投手陣はコントロールに苦しみました。1イニングあたりに出した走者を示す WHIP で韓国は20カ国中9位の 1.42、 オーストラリア戦では5四死球、日本戦では合計9四死球を与えました。韓国投手陣のコントロールが悪い原因として、高校から木製バットを使っているのが原因ではないかと言われています。韓国では2005年から高校野球で金属バットの使用を禁止し、一括して木製バットを使用しています。金属バットだと素材がアルミニウム製のため、当然ボールが当たった時の反発が大きく、木製バットより飛びます。日本でもどうせプロになると木製バットになるんだから早いうちから使った方がいいとたまに議論になりますね。ただ韓国では高校での木製バット導入により投打両面で弊害が出ているというんです。まだ体ができていない高校生の段階でも金属バットではホームランを打てます。しかし木製バットだとマシンで捉えない限りホームランを打つのは非常に困難で、その結果高校野球全体で長打が激減、強豪チームの中には勝利するためにバントなどの小技が増えたといいます。そのためピッチャーは長打を打たれる心配がないので、コーナーを突く必要性がなくなり、コントロールが低下、バッターは遠くに飛ばすよりもコンタクトに気を入れてしまい、長距離砲が減ったとのことです。元韓国代表の4番で NPB でも活躍したキム・テギュン氏は、韓国代表の弱体化の原因について高校の木製バットを挙げています。私は高校まで金属バットを使用していたが、2001年にプロ入り後本格的に木製のバットに適応した。その過程で大きな問題はなかった。高校時代には成長期だったため金属バットの優れた反発力を活用した。大人になって力が強まった後、木のバットに適応するには大きな困難がなかった。2004年、高校野球で木製のバットを使うように規則が変わった。金属バットを使えば打者に有利だから、投手の酷使と怪我を防止する目的が最も大きかったと聞いた。以後高校野球は投高打低現象が続いた。若い打者たちは自分のスイングを作るのに苦労しているようだった。高校生の力で反発力が落ちる、木のバットを振り回してはいい打球を打つのは難しい、だから自分のスイングをするよりもボールを当てに行ってしまう。プロ入団後にスイングを作り直す必要があった。高校野球の投手は木のバットを持った打者をあまり恐れていない。木のバットは芯にきちんと当たらなければ長打が出にくいので、投手は速いボールで打者を圧倒した。細かい制球と変化球の駆使が投手にとってあまり重要ではなくなった。そうやって成長した投手がプロに来れば競争力は落ちる、球速は速いが投手としての基礎が足りない場合が多い。このような投手を相手にすれば打者の発展速度も落ちる。野球先進国のアメリカと日本の高校選手たちが金属バットを使う理由がそこにはある。競技人口が少ない。日本の高校野球部数は
22年時点で3857校、部員数は約13万人いますが、韓国の高校野球部数は94校前後、部員数は3646人、日本の 2% しかいません。選手の母数が少ないために代表低迷を招いたとの指摘があります。ただこれは韓国の目指せる子供だけがその道に進めるという教育文化の一つで、野球に限らずサッカーでも高校のサッカー部数は114チーム、アンダー18のクラブチームを合わせても187チームで、選手数は合計で6200人にとどまると言います。このシステムを変えるとなると韓国の教育を根底から変えることになります。兵役免除説。韓国は世界で数少ない国民皆兵を原則とする兵役制度を導入しており、韓国の全ての男性は20歳から28歳までの間に1年半から1年10ヶ月の兵役が義務付けられています。大体は19歳頃に申請して適性検査を受け、20歳前後で実際に兵役に就きます。ただ芸能人やスポーツ選手のように特別な分野で活躍している場合、最大30歳までの延期が認められることもあります。昨年世界的アイドルグループ BTS の最年長メンバー JIN 氏が兵役延長リミットの30歳の誕生日を迎え、入隊前に髪を丸刈りにした写真を投稿したことが話題となっていました。また優れた戦績を残したスポーツ選手には兵役免除という措置があります。オリンピックで銅メダル以上、アジア大会で金メダルを獲得することが条件、かつては WBC ベスト4以上も兵役免除の条件に入っていましたが、批判の声が相次ぎ現在は撤廃されています。なので今回韓国が WBC で結果を残せなかったのは兵役免除という飴がなかったからではないかと声もありました。代表機会。現在の韓国代表は WBC やプレミア12、オリンピックと大きな国際大会の時だけ選手を招集しており、大会後は解散、1大会限りの急増チームとなっています。日本では13年から侍ジャパンを常設、以降毎年選手を招集し強化試合を行っており、選手間の連携やチームワークが醸成されています。そのベースがあって今回の WBC でもダルビッシュ投手が中心となって食事会などで積極的に交流、相互理解を深めてチーム一丸となり世界一を勝ち取りました。ダルビッシュ投手が所属するパドレスのチームメイトキム・ハソン選手はダルビッシュのインスタグラムをチェックしたら、みんなで飲み会をしているものがあったんだ、実を言うと韓国代表チームにはそういうところがなかった、私自身は3年数ヶ月ぶりの代表活動で外に出かけるのさえ負担だと考えていて、国際大会ではそういう雰囲気作りが大事で結果につながるのだということ、日本もオーストラリアもチームとして本当にまとまりがあったと思うと話していました。また韓国球界の至宝イ・ジョンフ選手はサッカー同様の国際 A マッチで創設を懇願、私たちも学ぶことは学ばなければならない、日本は毎年代表チームを招集する、 KBO が国家代表の親善大会を作ってくれればいい、一生懸命戦い、それで大きな試合に対する緊張感も和らげることができるのではないかと提言しました。まとめ、今回の1次ラウンド敗退を受けて韓国紙はイの中の蛙という表現を使い、一斉に代表を批判するも、今回の惨敗で韓国野球の在り方を見直すきっかけになったとポジティブに捉える意見もありました。今回の WBC 後 KBO は野球代表チームが23年 WBC において期待に満たない成績と実力を見せたことに関し、応援してくださった国民の皆さんと野球ファンの皆さんに心からお詫び申し上げます。 KBO と10球団は今回の WBC の結果に大きな責任を痛感し、さまざまな叱責の声を謙虚に受け止めています。各団体と協力して外部の専門家の意見を聞きながら KBO リーグの競技力を強化していきます。そしてこれをもとに代表チームが国際大会でより良い成績を上げられるように全力を尽くします。冷静に問題点を分析して中長期的な対策を策定、リーグのレベル及び代表チームの競争力を向上させますと声明を発表しました。やはり日韓戦は両国のレベルが拮抗してこそ燃え上がるものがあると思います。今大会をきっかけに韓国野球のさらなる発展を願っています。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げてきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。